動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人があなた様にこれから選択することはというテーマで、お相手の方があなた様に対してですね、これから選択することはどんなことなのか、逆に選択しないことは何かっていうのも見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひですね皆様もお聞きいただければと思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですねリーディングに入ってまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。A はこちらのジャスティスっていうカード、正義というカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、プロテクションっていうカードで、保護する、守るっていうね、カードになります。こちらが B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、インスピレーションっていうカードになります。まあ、インスピレーションそのままですね。はい。こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい。それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのジャスティスっていうカードですね、もしくは A を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様にこれから選択することはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してこれからどんなことを選択するのか、逆にまあ選択しないのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちっていうのを見ていきながら、お相手の方がこれからあなた様に対して選択すること、そして選択しないことは何かっていうのも見ていき、その選択によってお二人の関係はどう動いていくのか、どう変わっていくのかっていうのを見ていき、その選択をいつ頃するのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、お相手の方があなた様に対してこれから選択すること、しないことを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきますが、まず上のカードからですけれども、こちらがお相手の方のアンスマに対する今のお気持ちを表しているカードです。そして、こちらがですね、お相手の方がこれからアンスマに対して選択することですね、逆に選択しないことを表すカードがこちらになります。はい、ではですね、早速ですが、カードをオープンしていきたいと思います。なるほど。はい、ではこういった形で出ましたけれども、そうですね、まずまあお相手の方の、なんていうかな、まあ性格的なところが、まあ、反映されているような結果なのかもしれないですけれども、基本的にあんまりこう、なんていうかな、衝動で何かを決めるとか、後先ない、考えずに何か勢いで決断するとか、多分そういうことはあんまりしない方なのかなと。それをやっちゃうと自分にもなんかこうね、まあデメリットがあるっていうふうに、まあわきまえていらっしゃる方だから、そういったこう、ね、もう本当に勢いだけとかノリだけとかでね、動くっていうことは多分しない方なのかなと。それが、まあすごくこう選択しないこと、まあ逆にすることにもね、反映されているような、ところがある結果なのかなと思いますので、はい、ではですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお相手の方のあなた様に対するお気持ちっていうことで、あなた様に対しての興味関心が全くないっていうことでは全然ないのかなと思います。むしろなんかこう気になっていたり興味関心を持っていらっしゃったりすると思うんですが、まあ、ちょっとカードを見ていきますと、まずここですね、見ていきますが、ティーチっていうカードが出ました。教えるっていうカードですね。教える。お相手の方としてはまだあなた様に対して教えていないことがあるということで、それをちゃんと教えていくっていうふうに思っていらっしゃる。まあ、ここではなんかこうね、先生と生徒たちみたいな感じで、まあ、指導するとかね、教育しているみたいな様子がありますけれども、まあ、あなた様も、まあ、指導するというよりかは、まあ、やっぱりね、まあ、教えるっていうことですが、まだこう、見せていない思いとかね、伝えていない気持ちとか、心の内側とかですね、それをこう、教えていくつもりではいらっしゃるようなんですね。だから、心の奥深くをこう、見せないみたいなね、なんかそういうことじゃなくて、まだ見せていないところを見せていく、伝えていないところを伝えていく、教えていないところを教えていく、みたいなことを、ちゃんとしていこうっていうふうに思っていらっしゃるので、だから、あなた様とはやっぱこう深く関わっていたりとか、まあ自分の深いところも見せるってことは、それだけまあ、まあ深い関係をね、築いていきたいっていうふうに思っていらっしゃるようなので、まだそれをしていなかったとしても、今後していこうと思っているってことは、やっぱりそれなりにやっぱりあなた様に対してね、興味関心があったり、まあ何かこう誠実な思いっていうのを持っていらっしゃるのかなと、思います。で、お相手の方としては、その何かを教えるっていうことに関しても、やっぱり自分自身のコンディションっていうのを大事にしたいようで、まあ、このカードですね、ハイプリーステスっていうのが出ているんですが、これ女教皇っていうカードになります。女教皇っていうのはですね、まあ、冷静沈着であったりだとか、落ち着いた心っていうことで、どんな状況においても落ち着いて、まあ、冷静に対処する人物っていうことで、やっぱり自分自身がね、冷静に、まあ、あなた様とね、落ち着いた状態で向き合えるようになった時に、大事なことを教えていきたいっていうふうに思っていらっしゃる。っていうのが出ているので、だから、慌ただしい時とか、バタバタしている時とか、自分自身がなんかこうね、心の中が騒がしい時とか、ね、落ち着いていない時とか、そんな時にやっぱ伝えたくない。そうなると、まあ、言葉選びを間違ってしまったりだとか、なんかこう誤解を招く表現をしてしまったりだとか、自分の意図せぬ形でね、思いが伝わってしまうというところもあるから、ちゃんと落ち着いた状態で伝えたいっていうのと、あとは女教皇の後ろにですね、これ白と黒の柱があると思うんですけれども、そのことから何かこう白黒をはっきりつけると。だから、あなた様に対してまだこう白か黒かね、はっきりさせていない。まあなんかこうグレーにしているような、ね、状況のものがあるかもしれません。それに関しても、ちゃんとこうね、自分は、白なのか黒なのかっていうことをこうはっきり教えるっていうことをしていこうと思っていらっしゃるようなんですね。
で、じゃあどうやったら落ち着いた状況になるかっていうと、ペンタクルのエースっていうのが出ていて、このカード、まあ、ペンタクルっていうのはこのコインのようなものを表しているんですが、これ成果物っていうのを表しています。うん、成果とか結果とか実績とか評価とか成績みたいなことですね。うん。だから何かしらその成果を上げることができたとき、うん、例えば今頑張っていることで、まあ結果が出たときとか、うん。何かこうね、まあお仕事であったり勉強であっても、何かこう成果を上げられた時いいですね。うん、結果を出せたりだとかね、まあ例えば勉強も、例えば受験に合格するとか試験に合格するとか、まあそういった成果ですね。うん、それらがまあこう手に入ったら、うん、上げることができたら、お相手の方もようやくまあプレッシャーとか緊張感から解放されて落ち着けるんだと思うので、そのタイミングで、うん、あなた様に対して大事なことを伝えていこうというふうなお気持ちでいらっしゃるようです。はい。で、ですね。うん。次に、お相手の方が選択すること、しないことっていうことなんですが、まず選択することとして見ていくのは、ここのカードが出ました。スタンドスティールっていうカードになります。立ち止まるっていうカードになります。だから、立ち止まるということを、あなた様に対しては選択するということですね。うん。だから、立ち止まって動かないということです。これは永遠に動かないじゃなくて、うん、先ほどもあった通り、勢いとかノリでは動かない人なんです。うん。だからしっかりと、なんだろうかな、ここぞという時までは、まあ、立ち止まるっていうことを選択されると、うん、いうことですね。だから、お相手の方っていうのは、あなた様が動いてきてほしいタイミングで動いてきてくれるような方ではなく、自分自身が動けるようになった時に動くタイプの方だから、うん、ちょっとそこはこうね、なんだろうかな、まあ、頭に入れておいた方がいいのかなというふうにも思うんですが、まずこう立ち止まるということが出ている中で、このカードですね、オポティニティっていうのが出ました。これは機会ですね。あの、チャンスの方の機会ということで、やっぱり何かこうチャンスが巡ってくるまでは立ち止まるということですね。あなた様との関係を進めるのに、まあ、いわば絶好のチャンスですね。うん。もう最高のタイミングとか、最高のチャンスとか、そういったものが来るまでは、あなた様に対してはこう座り込んでいるようにね。うん。動かざること山のごとし、みたいな感じで、まあ、立ち止まるということを選択される。だから、こう、お相手の方にとってのチャンスですね。うん。まあ、成果を上げるっていうのがありましたけれども、まず立ち止まるっていうことだから、あなた様がいろいろこう、例えば仕掛けてみたり、アプローチしてみたり、まあ、お相手の方に刺激を与えてみたりしても、多分動かない、立ち止まるっていうことを多分選択されていく。それは、うん、なんかこう、人に流されて動かしたとしても、それはやっぱいい結果にはならないからっていうふうに思っていらっしゃるので、チャンスが来る前立ち止まるけど、まあ、チャンスが来たらちゃんとこうね、動いていくっていうことを選択されるということですね。うん。あとはここですけれども、ペンタクルの6っていうカード、これ逆位置です。これ正位置の時には、困っている人にですね、このなんかこう、自分の持っているものを分け与えているっていうことから、まあ、救いの手を差し伸べるっていうことであったり、支援するとかですね、援助するっていうことを表すカードになります。うん。で、これ逆位置になると、ね、困っている人を助けられるほどの余裕がないのに、こう、助けようとするっていうことで、見せかけの善意っていうことであったり、まあ、見かけ倒しっていうことであったり、まあ、八方美人ね。こう、本当に助ける気はないけれども、なんかこう、周りの人の評価とか気にして、こう、助ける素振りをするみたいなね。うん、まあ、なんかそういう、こう、うん、まあ、やましいと言うと、まあ、あれですけれども、うん、だからそういうこともしないと。うん。助けられないときはもう助けられない。うん。けれども、助けられるぐらいの余裕ができたら、あなた様のことは助ける。うん。だから、変にこう、ね、持続できないこととかね、うん。自分自身のキャパシティとしてできないことはちゃんとしないっていう。まあ、そこもなんかこう結構はっきりしているというか、線引きは結構はっきりしている方だと思うから、うん、そういったこう、偽善的な、うん、援助みたいなことは、なるべくやっぱこう、立ち止まるっていうことですね。うん。うん。しないで置くっていうふうに思っていらっしゃる。うん。だから、こう、ね。なんかあなた様のご機嫌を取ろうとして、なんかこうね、まだ恋愛ができないのになんかそういうこう思わせぶりなこととかも、こう、
しないと立ち止まる、それもこうちゃんと踏みとどまるっていうことを選択されていくようです。うん、で、選択しないことに関しては何かっていうところで言うと、まずここですね、見ていくんですが、ハンターっていうのが出たんですが、まあこれカリウドっていうカードになります。カリウドっていうのは何かこう綿密な計画とかなんかそういうこうプロセスを考えて動くというよりかは、まあその場その場でですね、こう例えば獲物を見つけたらそれを狩るみたいな感じで、なんかその場でこうなんかこう臨機応変に動いていくというか、うん、それこそまあなんかこう感覚とか本能とかですね、嗅覚とか、うん、思いつきとか、まあそういったものでこう動くということなんですけども、それを絶対しないと、選択しないということですね。うん、うん、だから衝動的に動くみたいな感じですね。うん、ちょっとこう野生の勘とかでこう動くみたいな、うん、そういったことはしない。それをやっちゃうとやっぱりこううまくいかないと分かっているから、うん、これ勘が効く人とかだったらば、まあすることもあるのかもしれないけども、まあお相手の方ってのはあまりその勘が働く方でもないと思うし、なんかこうなんか直感的というか本能的に動いたとしてもいい結果にならなかったって多分人生経験があるから、それはあの様に対処しない。だからちゃんとこうね、はい、チャンスが来ました、用意ドンっていうね、このなんかその出発の合図みたいなのがやっぱこうね、ならない限りはこう動かないということですね。うん、あとはこうパワーっていうのも出ていますけれども、うん、これはまあ力っていうことですね。だから力でご利用しするみたいなことも選択はしないということですね。うん、例えばあの様は力でねじ伏せるとかね、うん、強引になんかこうあの様納得させるとか、うん、なんかこう力でまあなんだろうかな、あの様を脅すとか、うん、うん、雷っていうのもね、こう突然こう落ちてこう恐怖をね、こう感じるものですけども、なんかこう、うん、恐怖し、まあ何でしょうか、まあそれこそやっぱ脅したりとかして恐怖心を煽るとかですね、うん、あの様を怖がらせるとか、うん、そういったこともまあしないと、うん、それをしても何でしょうかね、いい関係にはならない。まあもちろん何でしょうかね、主従関係みたいなものにはなるのかもしれないけれども、力でね、ねじ伏せたり力をこう、ちらつかせることで。でも、あなた様とそういう関係になりたいと思ってるわけではないから、うん、力でこう、まあ、力を誇示するみたいなことですかね。うん、っていうことも選択はしないということですね。うん、で、ソードのエースっていうカード、これが逆位置になります。うん。で、このカードっていうのがもともと正位置の時には伝達するとかですね、まあ何かこうコミュニケーション能力っていうことを表すカードで、伝達するっていうのはなんかこう伝えたことがちゃんとこう認めてもらえたり受け入れられたり理解されるっていうことを表すんですが、逆位置になるとこう伝えたものが受け入れてもらえない、認めてもらえない、理解されないっていうだけでなく、批判を受けるとかね、反感を買うとか反論を受けるということで、まあ、これも選択しないってことは、基本的にあなた様がなんかこう伝えてきたことに関してなんかこう反論したりね、噛みついたり批判したりね、うん、そういったことはなるべくやっぱしないようにしていこうと心がけるようです。うん、基本的にはこうあなた様から伝えられたものはまあ受け入れるけれども、答えるのに関してはやっぱちゃんとチャンスが来た時に答えていくっていうふうに思っていらっしゃるので、うん、だから伝える分にはいいと思うんだけれども、うん、答えが欲しいものがあるんだったらば、例えば告白をして返事が欲しいとかね、うん、そういったものがあるんだったらば、やっぱりお相手の方の状況に合わせてあの様の伝達をした方がいいのかなと、うん、基本的にあの様から伝えられたものに批判めいたことはしないようにはしていく、あの選択しないとは思っていらっしゃるようですけれども、やっぱり無反応であったり、まあ、答えがなかったりするのが悲しかったりもすると思いますから、うん、そういったこうお相手の方からの答えが欲しいものの場合は、うん、やっぱりこうチャンスが来ないと立ち止まる方だから、そこもタイミングを含めてこう見計らって伝えていくのがいいと思います。はい、ではですね、そのお相手の方の選択によって、ですね、うん、お二人の関係はどう変わっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。Thank you.
はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方の選択によってお二人の関係はどう変わっていくのか。うん、なるほど。はい、ではですね、見ていくんですけれども、うん、まあ、愛のコミュニケーションが増えるようになっていくっていうことですね。だから、そういった意味では、まあ、お相手の方のタイミングに託した方が、いい方向には進んでいくんじゃないかなというふうには思います。うん。なので、ちょっと見ていくんですが、まず、まあ、このカードから見ていきます。まあ、これが絶対になるっていうわけではないんですけれども、バック&フォースっていうカードが出ています。行ったり来たりということで、前進したかと思えば、また後ろに下がるみたいな形で、なんかこう、本当にこう、シーソーの上に乗ってる感じで、前に進んでも後ろに下がってっていうことで、結局なんかこう、同じ場所にいるみたいな、なんか今、そういう状況なのかもしれませんね。一歩進んだかと思えば、また戻って、結局こう、同じ場所にいるみたいなね。うん。だから進んだような錯覚があるんだけども結局戻るみたいなね。うん。だからちょっとこう停滞していたりだとか、同じ地点にね、ずっとこう留まっているようなお二人の関係性なのかもしれません。もっともっと本当は先に進みたいけども、ずっとなんかこう、この場所にいるな、みたいな。うん。そんな感覚かもしれないけれども、そこからお相手の方のタイミングに託すことによって、どういう風に変わるかっていうと、ここですね、Speak the Language of Love っていうカードが出ていて、愛の言葉を話す、まあ愛の言語を話すっていうことなんですけれども、うん。loving words have the power to change lives, including your own ということで、まあ、愛の言葉っていうのは、まあ、人生であったり、あなた様自身を変える力があるっていうことなんですが、うん。ですから、お相手の方とそういったこう、愛の言語を交わし合うことができる。うん、だから愛の言葉とか愛の表現とかですね、うん、愛情表現とか愛の、何ですか、気持ちの交流とかですね。うん。今は、その、なんかこう、雰囲気的にね、なんかこう、恋愛のことを話すのがなんかタブーみたいな空気感が流れているかもしれません。お相手の方との間でね。うん。だから進んだかと思えば、なんか恋愛の話をね、なんかこう話題に取り上げると今度また後ろに戻っちゃうみたいなこともね、あったかと思うんですけれども、うん。だからその、まあ、ちょっとこうタブーめいた感じになっているものもちゃんとこう話し合える。だから愛の言葉をこう交わし合うっていうだけじゃなくて、二人の愛についてこう語り合ったりね、二人の愛の未来についてね、どうしていくみたいなことをね、こう話し合えたりだとか、そういった愛の話がこうできるようになっていくと。うん。実際にこれ、お互い、ま、肩を組んでね、近い距離になっていますけれども、まあ、そういった、ね、心の部分だけでなく、物理的にもですね、うん。こう、近い距離に、こう、変わっていくようになるということですね。だから、これを、やっぱ、あなた様主導のタイミングでやっていくと、この展開にはならなくて、まあ、ずっとこのね、行ったり来たりみたいなことになるのかもしれないですけども、お相手の方のタイミングに合わせていけば、託していけば、こう、変わっていくということですね。うん。このカードなんですけども、マジックっていうのが出ていまして、魔法ですね。魔法。まあ本当にこう魔法が起こったかのように、劇的に何かが変わっていく。まあお二人の雰囲気であったり、空気感であったり、関係性であったり、距離感であったり、まあコミュニケーションの内容であったりですね。まあスキンシップであったり、触れ合いであったり、まあ会う頻度であったり、まあいろいろね、まあ、本当にこう魔法がかかったかのように、あ、こんなにも変わるんだと、いうぐらいですね。うん、驚くほどのこう変化っていうのをね、遂げていくことができる。魔法がもうかけられたみたいなね、感じで。うん。だからそういった変化を遂げていくっていうのが出ていましたので、まあこのね、チャンスが来た時に動くっていうことにちょっとこう合わせてみるといいのかなと。ではね、まあ今回も教える、選択することですね。まあチャンスが来た時にこう伝えたり白黒はっきりさせていくっていうことでしたが、じゃあこのチャンスっていうのがいつ来るのかっていうことで最後ね、タイミングっていうのを見ていきたいと思います。タイムオラクルズカード、まあタイミングを表すカードといろんな数字がね、描かれたフォーチュンダイスを使いながらタイミングっていうのを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきたいと思うんですが、お相手の方のこのチャンスですね、オポチュニティっていうのが出ていましたけれども、じゃあそのチャンスっていうのはいつ訪れるのかっていうのを見ていきます。はい、まずは一つ目が Patience Required というカード、 In a few days、 そして Just around the corner ということで、すぐそこまで来ているっていうことなんですが、まずですね、ちょっと見ていきますと、 Patience Required ということで、忍耐が必要だっていうね、まあ、忍耐が求められるというカードになります。何かこう、まあ、耐えるっていうことは必要になってくるのかなということであったり、まあ、先ほどもありましたけれども、ここで言う忍耐っていうのは、ね、まあ、あなた様の、まあ、動くタイミングというよりか、お相手の方が動くタイミングに合わせていった方がいいということですから、まあ、動きたいけれども、その、我慢するっていうね、そこの忍耐っていうのが必要になってくるのかなというふうに思います。だからその忍耐をちゃんとこう、なんだろうかな。まあ、実践できるかどうか、ちゃんと耐えられるかどうか、我慢できるかどうかっていうのが、ね、動いてくるチャンスにも、こう、つながってくるということですが、in a few days っていうのが出ていて、まあ、数日以内っていうのが出ているので、まあ、何かこう、数日以内に動いてくる可能性っていうのはあるのかな、というふうに思います。で、just around the corner っていうことで、もうすぐね、もう、この、角まで来ているっていうことですね。だからすぐそこまではもう来ているみたいなんですね、このチャンスっていうのが。だからそのね、チャンスがもう訪れようとしている時にあなた様の方から動いちゃうと、そのチャンスをこう台無しにしちゃったりだとかね、チャンスをこう遠のかせてしまうと、せっかくもうすぐ動いてくれるお相手の方がまたこう動くのに時間がかかっちゃうということなので、まあ、このPatience Required ということですね。忍耐がやっぱこう求められるっていうのが出たんだなと思いますから、ちょっとそこはね、こう踏みとどまったり我慢するってことは大事なようですね。最後、いろんな数字が描かれたフォーチュンダイスもですね、引いて、まあ、そのタイミングとかもね、見ていきたいと思います。はい、ではですね、出た数字見ていきます。はい、では見ていくと、出た数字が19154046っていうのが出ました。まあ、先ほどね、数日以内っていうところが出ていましたから、もちろん1日以内っていうこともあるかもしれないし、4日以内、6日以内っていうね、まあ最大6日っていうこともあるかもし、あるかと思うんですが、あとは19ですね。まあ何月19日。まあこの動画をね、何月何日に見ていただいているかにもよるんですけども、まあ何月、丸月19日だったら、まあもしかしたらね、数日以内っていうことでもね、あるかなと思いますし、あとは50っていうのが出ていますね。まあだから長くても最大50日、まあ50日っていうと、まあ数日というかも数十日っていうことになってくると思うので、まあこの50っていうのはもしかしたら違った意味になってくるのかなと。例えばまあ1950ですが、19時50分ですね、っていうところに動いてくるっていうのがあったりするかなと思いますし、まあ月の中での1、4、6、19日ですね、まあそこに動いてくる可能性も高いということですね。はい、まあなので、まあそういったタイミングですね。まあ、もしかしたらね、もう早ければこの動画を見ていただいた50分後とかにはね、来ていたりとかですね。まあそういったところもあるのかなと思いますから、19、1、50、46っていうのがね、まあお相手の方が動いてくる、まあタイミング、ナンバーですね。ラッキーナンバーにもなってくるのかなと思いますから、ここもね、ちょっと参考にしていただけたらと思います。はい。では最後選択肢のカードを見ていきます。ジャスティスっていうカードですね。正義というカードが出ました。正義というのにはですね、正しさとかですね、判断決断っていう意味があったりするんですが、ここに天秤が描かれています。天秤っていうのは均衡バランスっていうことを表す象徴の他に、公正さ公平さっていうことを表すカードになっていて、今あなた様に求められているのは公平な判断、公平な決断っていうことを表しています。
ですから何かこう自分の市場だけでこうね判断するんじゃなくて、例えば相手の立場とか相手のね、思いとか、そこもねこう平等にこう加味しながら正しい判断をしていくと、あなた様が正しい方向に導かれていく。でも何かこうね自分以外のものは排除して自分のものだけで判断する、いわば独断みたいなことですね。うん、そういったことをしてしまうと間違った方向に進んでしまうから、しっかりとまあどういうシチュエーションにおいても平等な判断、公平な判断っていうのをしていくっていうことが、まあ今のあなた様にとっては大事なことですっていうことを伝えてくれているので、まあこれもね、参考にしていただけますと幸いです。はい。はい。ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではですね、リクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、まあ、YouTube ではなかなか扱わないようなテーマで、リーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいているだけでなく、まあ、YouTube ではね話さないことも話しながらざっくばらんに和気あいあいとですね盛り上がらせていただいたり、まあ、リアルタイムでその場でね、まあ、何かこういろんなことをうららなわせていただいたりもしているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね解説したコンテンツなどもお届けしておりますので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりますが、現在まあ無料でお試しいただける期間も設けておりますので、まあ、すでにねたくさんのコンテンツもお届けしておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのプロテクションというカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人があなた様にこれから選択することはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してこれからどんなことを選択するのか、逆にまあ選択しないのかっていうのも見ていきたいと思います。はい。それに際しまして、まずはお相手の方のあなた様に対する、今のお気持ちっていうところと、お相手の方があなた様に対してこれから選択することは何か、逆に選択しないことですねが何なのかっていうのを見ていきながら、今後ですねそのお相手の方の選択によって、お二人の関係はどうなっていくのかっていうことですね、どう変わっていくのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、あとはその選択をいつするのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですねまずはじめにですが、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちと、お相手の方がこれからあなた様に対して選択することしないこと、そして、その選択によってお二人の関係はどう変わっていくのかっていうことですね、こちらを見ていきたいと思います。はい、
はい、ではですね見ていきましょう。上のカードからこちらがお相手の方ですね、のあなた様に対する今のお気持ちを表すカード、お相手の方がこれからあなた様に対して選択することしないことっていうのを表すカードになります。はい、ではですね早速カードをオープンしていきます。こういったカードが出ておりましたので見ていきたいと思いますが、まずね、出ている結果から読み解いていくと、かなりプライドの高い方ではあるのかなと思います。プライドの高さがゆえにチャンスを逃してしまうこともしばしばみたいな感じで、それが恋愛においてもそうだろうし、あとはご自身にね、関すること、例えば仕事とか、人付き合いとか、なんだろうかな、お金のこととか、そういったところでね、チャンスを逃すこともしばしばなんじゃないかなと思うんですが、ただ、それが選択しないところで出ているので、ようやく、プライドでね、なんかこう自分を苦しめるっていうことを改善していくようにはなるのかなと思いますので、ちょっとこのあたり見ていきたいと思います。だからテーマとしてはね、これからお相手の方変わっていくっていうのが出ているので、ちょっと見ていきたいと思います。まず上のカードからお相手の方のあなた様に対する今のお気持ちというところを見ていく中で、ここが出たんですね。ヒーリングビギンズっていうのが出ていて、癒しを始めるっていうカードが出ました。何かこう壊れてしまったり、逆に言うと壊してしまったりですね、損なわれてしまったことを、回復させていく、修復させていきたいっていうようなお気持ちっていうのがこう湧き起こってきているということですね。ですから例えばお相手の方がね、あなた様との関係を壊したりね、損なわせたり終わらせたりとかね、そういったことをしたんだったとするならば、それをもう一回修復したい、回復し始めたいというふうに思っていたり、あなた様のね、心とか、例えば傷つけてしまったんだったらば、それのね、こう修復っていうのをこう始めていきたい。だから傷つけた分、ちゃんとこう、ね、お詫びっていうだけじゃなくて、あなた様の心が言えるようなね、そういったことをしていきたいなっていうお気持ちであったり、なんかこうね、回復を始めたいっていう気持ちが今湧き起こってきているということですね。で、もう一つのカードとしては、ここなんですけれども、ソードの10っていうカード。これが回復っていうところにも関わってくるのかなと思うんですが、このカードっていうのがソードの10っていうのはですね、試練とか逆境っていうことを表したり、苦痛を伴う出来事っていうことを表します。あとは、決別とか別離ですね。離れたり、決別してしまうことっていうのを表したりもするんですが、倒れている人に剣がね、ぐさぐさぐさっとこう刺さっていてですね、試練を与えているみたいな感じで、お相手の方がもしかしたらね、例えばあなた様に対して試練ですね、を与えるようなことをしたのかもしれません。ね。例えば突然、姿を消すとか、突然別れるとかね。強引な形であなた様と決別するみたいな感じでね、あなた様をすごく苦しい状態に、追いやったっていうところがあったのかもしれません。でもその状態でもほったらかしじゃなくてね、またそこから、あなた様を自分でね、もしかしたら消しかけたことなのかもしれないけれども、回復させていきたい。であったり、二人にとってのこの試練のような状況になったところから、這い上がるという意味でね、二人の関係を修復していきたいとか、そういうね、気持ちに今なってきているよっていうことなんですね。で、カップの9っていうカードが出ていて、このカードっていうのも、大いなる満足を得るということで、あなた様に大きな満足を得てほしいというようなですね、気持ちになってきていると。で、大きな満足っていうのは、例えば、このカードのね、他の意味として、夢の実現っていうことであったり、願いが叶ったりだとか、
環境が良くなったり、物事がまあ計画通りに進むということも表すカードで、まあ順調にね、物事がこう進んでいくことで、まあこうね、ハッピーになっていたり、こう満足を得ていくっていうことで、そういう体験をこれからのあなた様にはしていってほしいと、いうふうに思うようになってきていらっしゃるんですね。だから、試練をあなた様に与えた頃のお相手の方とは今変わってきているということなんですね。もうこれ以上あなた様に試練を与えるんじゃなくて、これからのあなた様にとってはその満足を得てほしいと、自分にいることの満足、だからそれこそお相手の方自身はあなた様の望む、まあ、夢とかね、願いとかをこう叶えていって、少しでもあなた様のこう満足度というか充実度というか、そこを高めていきたいっていうね、そういうお気持ちに今なってきていらっしゃるようなんですね。だからだいぶこう内心からもこう、内心というか内面からも、こう変わってきてはいるのかなと思うんですが、その中でですね、お相手の方がこれから選択することっていうのが何かっていうと、ようやくですね、こう前に進む、なかなかこう前に進みあぐねていたとは思うんだけれども、進むっていうことを選択するようになって、ここですね、見ていくんですが、Going Forward っていうカードが出ました。前に進むっていうカードになります。今までちょっとこう、維持してですね、うじうじしてですね、なかなかこう、前に進めなかったこと、一歩踏み出すことができなかったことに、ようやくこう前に踏み出して進んでいくようになると。あなた様もいつまでね、そう前にもう進んだらいいのにって思っていたことを、なんかお相手の方ね、プライドで、いや絶対にそっちにはいかんみたいなね、もうそのプライドええからみたいな、なんかそういうのもあったと思うんですね。でもそれをちゃんとというか、まあようやくですね、進めてくれるようになると、前に進むようになるということですね。で、ちょっともう一つのカード見ていくんですが、スパイラルっていうのが出ているんですね。スパイラル、まあ言えばこう渦ですね、渦巻きというか螺旋ですね。このスパイラルに飲み込まれちゃうと、なかなかこう抜け出せないと、いうところがあって、お相手の方がなかなかこう抜け出せなかったものから、ようやく抜け出せて前に進むっていうことですね。だから例えば一回こう頑固になると、そのスパイラルに入っても、なかなかね、それをこう揺るがさない、譲らないっていうところがあったかもしれないし、それこそなんかこうね、一回こうマイナスな方に考えちゃうと、どんどんマイナスな方向に考えちゃって、負のスパイラルが起こって、結局行動を起こさないとか、なんかそういうこうスパイラルに飲み込まれて、ずっとね、なんかこうその場に留められていた状態からやっと進むっていうね、だからあなた様との関係をやっと進めてくれるっていうこともあったかもしれません。恋愛っていうのはもう辛いものだとかね、恋愛っていうのは最終的にこう別れるものだみたいな、なんかそういうね、こう考えのスパイラルに入ると、全然恋愛を進めてくれなかったお相手の方が進めてくれるとかね、そういったのもあると思います。それ以外にももちろんあると思うんだけれども、ようやくだからちゃんと前に進んでくれるっていうことを選択するということですね。で、このカードですが、ワンドの10っていうカードが正位置で、このカードの意味としては、終わりと始まりっていうことであったり、忍耐と努力を続けることで成功をつかむ。だからなんかこう、今までその忍耐とか努力をこう積み重ねて成功を目指すっていうことを避けていたり、そういったものから逃げる、めんどくさがってしないとかがあったんだと思うんですね。でもそれをこれからはコツコツとこう忍耐と努力をこう耐えて頑張ってね、一つの成功を目指すみたいなことをようやく進めてくれるようになると。あなた様との関係においてね、例えば生活を変えていくとか、人生を変えていくとか、あなた様との関係性を変えるとか、恋愛っていうのも忍耐と努力の、忍耐と努力だけではないですけれども、それの先にやっぱ成功っていうのもあったりすると思いますから、ようやくそういったことをしてくれたり、終わりと始まりっていうのは、もう本来終わらせなければいけないことをちゃんと終わらせた上で、何か新しい始まりを起こすっていうことですね。そういったことも、あなた様との関係では選択する。例えばもう終わらせなきゃいけないものって何かっていうと、悪習慣ですね。お相手の方を蝕んだり、なんか悪い方向にしてしまう悪習慣。例えばお金の浪費とか、体を蝕むほどの飲酒喫煙とか、なんでしょうかね。なんかこう、そういう悪い影響を与えるものですね。それをちゃんと終えて、新しい、
例えば自分に生まれ変わっていくとか、新しい生活習慣を始めるとか、まあそういったこともあると思うんですが、それらをこう選択していくっていうのがまず出ています。うん。で、逆に選択しないことっていうのが何かっていうと、ここですね。ペンタクのページ。これが逆位置です。これが逆位置になった時の意味としては、本来ね、この、なんか大きなコインみたいなのを手にしているっていうことで、これチャンスをものにしたりだとか、成果を受け取っているっていうカードになるんですが、逆位置になると、プライドが邪魔をしてチャンスをつかみ損なうとか、見栄を張るとか、人の目を気にするっていうカードになるんですね。それによって、せっかく得られるチャンスを受け取り、まあ、なんでしょうかね、受け取り逃すということを表すカードになります。だから最初に、まあ、プライドが高い方だったんじゃないかっていうふうにお伝えしたと思うんですね。そのプライドがなんかこうスパイラルを起こしていたんだと思うんですけども、ようやく、うん、そのプライドでね、チャンスを逃すとか、見栄を張るみたいなことをようやくこうしなくなる。うん。それぐらい自分を変えようと思っていらっしゃるわけですね。うん。うん。まあ、あとはこう人の目を気にして、うん、なんかこう本当はこれをしたいのにしないみたいなね、うん、周りの人からの目ばっかり気にして、ね、これをやっちゃったらなんかそう弱々しい人に思われるとかね、これをやったら あそんな人なんだって思われると思って本当はしたいのにそれをしないみたいなことも、うん、やらなくなるというか、まあ、改善されていくということですね、うん、がまず一つだから、まあようやくねプライドとか見栄でこうね動くっていうことを、自分の振る舞いを決めるってことをまあ選択しなくなる。まあ、やめていくっていうことですね。うん。で、うん。次に、こちらなんですけれども、エンブレイシングっていうカードですね。受け入れる、抱きしめるっていうことで、うん。まあ、うん、これはですね、まあもしかすると、まあ、何かね、これから前に進んでいくっていうのもありましたから、うん。しっかりとこうね、何でしょうかね、前に進んで、まあ、自分が変わるまでは、何かこう、あなた様を受け入れるってことは、まだしないのかなと。ちゃんと、なんだろうかな、あなた様の一部分だけとかじゃなくてね、うん、全体を受け入れられるようになるまでは受け入れるってことはしないのかもしれません。だから無責任な受け入れ方はしないということですね。うん。ね。いくらあなた様のことが好きだと言っても、まだね、こう、あなた様のすべて、ね。あなた様だけじゃなくて、例えばあなた様の抱えているものとかね、までは受け入れられないんだったら、それはちょっと受け入れないと。受け入れないって言うとなんか拒絶みたいな感じだけれども、なんか、無理になんかこう背負わないっていうことですね。背負えるようになったら背負えるようにしていくっていうことで、無理に受け負ったり、背負うっていうことを、まあ選択しないっていうことですね。うん。で、メディスンフォイールっていうのが出ていますけれども、これは癒しの輪っていうカードで、うん。なんて言うんでしょうかね。まあ何かこう癒すっていうことなんですが、先ほどね、あなた様との関係では癒していくっていうのはあったので、これまた違う癒しになってくるのかなと。で、いわば、お相手の方をなんかこう癒していたものですね。うん、例えば、うん、なんだろうかな。お相手の方は何で癒しをね、得ていたのかわからないですけど、例えば、まあ、ギャンブルチックなものをしてね、それで、こう、お相手の方の心を癒していたみたいなのであれば、それをやめるっていうことですね。もうこれから選択しなくなる。うん。ギャンブルもやめるみたいな。うん。とかね、それこそ、まあ、飲酒喫煙で心が癒えていたり、まあ、体をこう、まあ、癒しているっていうふうに本人は思っていても、こう、実際は、体が蝕まれていっているので、そういったお相手の方の癒しになっていたものですね。回復につながっていたものをこうやめる。選択しないということですね。だからそういったところからもなんかこう根本的にこう変えていくみたいな、うん、ところがあるようなので、うん。まあそういったこう選択しないこともあるようです。だからこれはあなた様との関係に、まあどこまで関わってるかっていうことにもよるんですけれども、でもまあそれでもね、例えばまあお酒をこう飲みすぎて、あなた様に例えば手が出ていたり、ね。うん。なんかこう、暴言を吐いていたりっていうことがあったのであれば、うん。それをね、こう、やめていくことで、あなた様にはこう、穏やかに接するようになるっていうことで、まあ、関係は、まあ、何かしらしてくると思うので、そこをもう選択しなくなるということですね。はい。では、ですね、その選択によってお二人の関係はどう変わっていくのかっていうのを次に見ていきます。
まあ先ほどのね、まああのメディカルホイールというのは、いわば、まあお相手の方が何かこう、まあ快楽というかね、エクスタシー的なところをこう感じていたことをもう選択しない、もうやめるっていうことなのかなとは思います。ではですね、見ていきましょう。お相手の方の選択によって二人の関係どう変わっていくか。なるほど。ではですね、見ていくと、まず変わっていく内容として、ロマンスっていうのが出ました。まあ、ロマンス。まあ、そのままですね。ですから、まあ、お二人の関係で、まあ、ロマンスが、まあ、始まる。まあ、あなた様としてもね、お相手の方と、このロマンチックな関係になることが、今の夢であったり、願いであるっていうことかもしれないですけども、まあ、やっぱりそれをお相手の方が、こう、叶えてくれることによって、それでロマンチックな関係であったり、ロマンスが始まると。まあ、場合によっては、ロマンスが復活するっていうお二人でもあるかもしれないですけども、とにかくそれが起こると、いうことですね。で、なんていうかな、その、ただ、こう、ロマンスがね、こう、始まるっていうだけじゃなくて、ここですね。ちょっと見ていくと、プランニング&アクションっていうのが出ていて、計画と行動っていうカードになっている通り、お相手の方が、まあ、なんかこう、計画性を持って、あなた様とのロマンスを始めてくれる。だから、なんかその時楽しかったらええやとかね、なんかその時の一時的な欲望をね、満たすためになんかこうロマンチックな関係になるとかじゃなくて、ちゃんと例えばあなた様との将来とか未来のこととかね、その例えば将来につながるための計画を立てた上でロマンスっていうのをこう始めてくれたり続けていってくれるようになるということですね。だから無計画にロマンスをするんじゃなくて、ちゃんと計画性とか計画プランを持ってしてくれるようになるみたいなね。だからそう、計画性がこう見えてくるからこそ、あなた様もこう安心して、こう、お相手の方とのロマンスに挑めるというか、なんかそういう風にね、こう変わっていくよっていうのが出ていました。だからそうなるためにはやっぱり自分を大きく変えなきゃいけないから、ようやく前に進むっていうことであったり、まあ悪習慣を終えて、まあ、やるべきことを始めるとかね、そういったことを選択しようと思っていらっしゃるんだと思います。あとは、こちらのカードなんですけれども、アンダーウォーター・レルムっていうカードが出ていて、まあ、アンダーウォーターっていうのは水の下、まあ、いわばこうね、まあ、深海みたいなところなんですけれども、レルムっていうのは、まあ、分野とか範囲っていうことで、海の、こう、まあ、水というか、海のですね、こう、深いところにあったものが、こう、海面にこう、上昇してくるっていうことなんですけども、この海の深いところっていうのは、心の奥深くだと思ってください。心の奥深くにあったものが、水面に出てくるっていうことは、ようやく、なんでしょうかね。例えば、お相手の方が心の奥深くにしまっていたあなた様のお気持ちとか、思いっていうのをこう表面化してくれると。あ、だから、あ、こういうふうにお相手の方思ってくれていたんだとかね。あ、こういうふうな思いを実は持ってくれていたんだとか、あ、こんなことを実は考えてきて、くれてたんだとかね、もっと早くそれ見せてよって思うようなね、こうなんかこう今まで奥底にしまわれていたものもこれ現れてきて、それを受け取って二人がこうね、ロマンチックな関係になっていくと。だからそういう変化を遂げていくようになるっていうのが出ていましたので、この選択を機にね、お相手の方の選択を機にいい方向にね、進んでいくようにはなるのかなと思います。はい。ではじゃあその選択というものをいつしてくれるのかっていうことで、最後ね、その時期ですね、タイミングっていうのを見ていきたいと思います。タイムオラクルズカードというので、まあ、タイミングを見たり、このね、いろんな数字が描かれたフォーチュンダイスを使いながらですね、タイミングっていうのを見ていきたいと思います。ではですね、見ていきましょう。お相手の方がですね、選択をするタイミングということで、まずはカードの方で見ていきたいと思います。はい、一つ目が On a Holiday ということで、休日にというのが出ました。
2つ目はフェスティブシーズンということですね。あとはジャニュアリーっていうのが出ていますので、ちょっと見ていきましょう。まあ1つ目オンアホリデーということで、まあ休日に洗濯をしてくるのかなと思います。だから平日に洗濯してくるっていうことではなくて、まあ休日、まあお相手の方がね、まあこう働いていらっしゃる業界によって、ですね、まあ土日が休みの人がいれば、まあ平日にね、お休みがある方もいると思うので、まあ平日じゃないっていうふうに言ったんですけども、まあ平日に休みだったらその平日休みの時ですね。とにかくこう休日にいいですね。洗濯をしてくる。まあもしくは、あなた様のホリデーですね。休日に合わせて洗濯をしてくるっていうこともあるのかなと思います。もう一つはフェスティブシーズン。これはね、フェスティブっていうのはお祝いとか祝福とか祝祭みたいなね。なんかそのお祝いのシーズンみたいなことを表すカードで、二人にとってのなんかこう祝いのシーズンですね。例えば、まあ、お互いの誕生月とかですね。あるいはお二人にとってのこう特別な月、まあ、シーズンですね。例えば、まあ、二人の記念日の時とかですね。何かその祝いに関わるシーズンの時ですね、に選択をしてくる可能性があると。もう一つの角度としてはジャニュアリー1月っていうのも出ているので、例えばまあ年明けとかにもね、選択をしてくるということですね。まあここの選択ではなく、もう一つ例えばまあ大きな選択をまあ1月にしようと思っていらっしゃるのかなと思うので、このねジャニュアリーっていうのが絶対的なタイミングではなく、これの次の選択とかもねあるのかなと思いますので、まあこの3つのね、タイミングっていうのが出ていたのと、あとはね具体的な数字っていうのもねちょっとこう引きながら見ていきたいと思います。ではね引いていきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと見ていきますが、数字並べていきますね。これは90かな。はい。では、ちょっと見えにくい数字もあるかもしれないですが、あんまりね、こう傾けすぎるとね、サイコロが動いちゃうんで、出た数字が2、3、90、48っていうのが出ました。まあなので、まあこの数字にまつわるタイミングですね。2日、3日、4日っていうことで、何かこうね、まあもしかしたらこう休みが続いた時、ホリデーっていうのもありましたからね。そういったタイミングっていうことであったり、まあ、8ですね。何月8日っていうことですね。であったり、まあ90っていうのも出ていますけれども、まあ一つ見ていくのも2ですね。2というのは2月っていうこともあるでしょうし、まあ何月2日とかですね。こともあるのかなということですね。まあ同様に3、4とかもそうですし、まあ3月ね、まあ4月っていうのももちろんあると思うんですが、8っていうのもね8月とかですね。であったり90っていうことですので、まあ例えばまあ90日以内とかですね。まあ先ほどそうですね。まあ90日っていうのはちょうどまあ3ヶ月っていうね、ことにもなりますが、まあ3ヶ月以内にはこう選択をねちゃんとしようと思っているっていうことですね。そういったところもやっぱりあるのかなと思いますし、そうですね。まあもしかしたら早ければね、この動画を見ていただいた90分以内、1時間半以内に何かこう選択をしてくるっていうこともあったりするのかなと思います。あとはまあ2、3、4、8、90ですね。これ全部足すと、9、17、107ですかね。計算合ってるかな。そうですね。107だと思うんですけれども。だからまあ、そうですね。107日以内っていうと、ちょっとまあ今日遠いところもありますけれども、そうですね。何かをこうね、まあ日数っていうだけじゃなくてね、107時間。っていうこともあるのかなと思いますし、これがね、まあちょっとこう動いてくるタイミングの数字になってくると思いますから、2、3、4、8、90ですね。まあ結構2、3、4とこう続いていましたから、もしかしたらこう月初とかにね、選択してこられる可能性も高いのかなと思いますので、参考にしていただければと思います。はい。では最後ね、選択肢のカードも見ていきます。プロテクションというカードです。保護する、守るというカードになります。今、あなた様にとって大事なのは、あなた様の大事なものをちゃんと守るということです。
ね、傷であったり周りの人からの攻撃であったり、そういったものからちゃんと守ると、傷つかないように守るということですね、うん、例えばあなた様自身であったり、あなた様の心であったり、あなた様の体であったり、そういったものをね、ちゃんと守っていきなさいとね、なんかこうないがしろにしないように、うん、あとはまあこうダメージにね、さらさないようにしっかりと守っていくと、うん、ね、自分をちゃんとこう守っていけば大事なものが損なわれず、あなた様が健全にね、こう活動し続けることができる。やっぱりあなた様が健全に活動し続けることによって、何かがこう手に入ったり目の前の状況が変わっていくのでね、今ちょっとこう傷ついてボロボロになってしまいそうなものほど大切に守るようにしていただけたらなと思いますので、これもね、参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、B をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか一人に相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、 YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様とざっくばらんにですね、わきあいあいと楽しませて、コミュニケーションさせていただいているだけでなく、まあ、YouTube ではね、話さないことも話したり、あとはですね、その場でリアルタイムに占いをしたりだとか、いろんなことをさせていただいているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理ですねについて解説したコンテンツなどもお届けしているので、こちらもね、動画の下の概要欄に詳細記しておりまして、現在無料でお試しいただける期間も設けておりますので、興味のある方はですね、まあ、すでにたくさんのねコンテンツもお届けしておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのインスピレーションというカードですね、もしくは C を選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、あの人が あなた様にこれから選択することはというテーマで、お相手の方はあなた様に対してこれからどんなことを選択し、逆にまあ選択しないのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方ですね、あなた様に対する今のお気持ちはどうなのかということと、お相手の方、あなた様に対してこれから選択すること、逆に選択しないことは何かっていうのも見ていきます。そしてその選択によってお二人の関係はどう変わっていくのかということと、そのお相手の方の選択はいつ頃になるのかっていうのも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめにですが、お相手の方のあなた様に対するお気持ち、そして、お相手の方ですね、がこれからあなた様に対して選択することしないことというところから見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。上のカードから、こちらがですね、お相手の方のあなた様に対する今のお気持ちを表すカードです。お相手の方がこれからあなた様に選択すること、しないことっていうのを表すカードになります。では早速見ていきましょう。はい、ではですね、で見ていくんですが、はい、一貫している方なのかなというのがすごい印象的にあって、なんかね、すごくお相手の方っていうのは現実主義者っていうか、まあそれがいいところでもあるんだけれども、なんかこう、何かが叶うまでは徹底してあなた様との関係を動かさないっていうのが出ているんですね。それがまあ選択することしないことでもかなり一貫している内容なので、なんかこう、まあもちろん内容は違うんだけれども、伝えてる意味はなんかこうほぼ一緒みたいな結果が出ていますから、まあちょっとこのあたりですね、それぞれのカードを見ながらちょっとお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずはお相手の方のあなた様に対する今のお気持ちというところの中で、まずここですね、見ていくと、ラバーズっていうカードが出ました。恋人たちっていうカードの逆位置です。恋人たちっていうカードは、正位置の時に恋人になるとかですね、恋人になるという決断をするとかですね、まあ恋人としての関係を発展させる決断をするっていう意味もあったりします。ですが、これが逆位置っていうことなので、まあこれがどうなるかっていうと、恋人になるという決断がまだできなかったり、まあ先に進めるっていう決断ができなくて曖昧な状態にするっていうことを表すカードになります。だから、お相手の方っていうのは、この先も一生をあなた様と、なんか曖昧な関係が築けてはいいや、じゃなくてね。恋人になっていくつもりでもあるんだけれども、今はまだその恋人になるという決断であったり、恋人としての関係をさらに次のステージに、こう進めていくっていう決断は、正直今はできませんと。これは、あなた様へのお気持ちとか愛が由来だから、ではなくて、ここにだから現実的な思考が垣間見れるんですけれども、ワールド、世界っていうカードはこれ逆位置なんですね。世界というのは正位置の時から理想の世界が作り上げられるっていうことで、夢や理想の実現とか理想が完成する、完結を迎えるっていうことであったり、何かが達成される、目標の達成とかですね、あとは歓喜の瞬間とか最善の状態を手にするっていうことを表します。ですが、逆位置になると、その理想が完成せず、ね、絶望感に苛まれるとか、ですね。あとは、まあ、落胆するとか、まあ、諦め、ですね。あと、虚脱感とかも表したりだとか、何かこうね、理想の完成を目指そうとしたんだけれども、未完成のままに終わるとかですね。そういったカードになります。だから、今、恋人になるっていう決断をしても、自分たちの理想のなんちゃら、例えば理想の暮らし、理想の関係、理想の愛とかね、そういったものを手にすることができるような気がしないから、まだ恋人になるっていう決断はできない。っていうふうに、まず思っていらっしゃる。だからこそ、ここですね、スプレッドユアウィングスっていうのが出ていて、羽を広げるっていうカードになります。羽を広げて、こう、羽ばたいていっている、上にね、こう、羽ばたいていっているっていう様子から、これ、飛躍、躍進とかも表すカードになります。ですから、お相手の方としては、まず自分自身が何か躍進であったり、飛躍を遂げないと、あなた様との恋愛に関する決断っていうのは、ちょっとこうできないっていうふうに思っていらっしゃる。その理由は今お伝えした、まだ飛躍する前に決断しても、それは理想が叶うような気がしないからっていうふうに思っていらっしゃるんですね。だから、まずはあなた様との関係の進展よりも、自分自身の進展、自分自身の進化、自分自身の成長、
っていうのを遂げたいっていう願望の方が上回っている。そうすればね、今よりも躍進を遂げたい、飛躍を遂げれば遂げるほどあなた様との理想を叶えられる確率が上がるからっていう結構現実的な思考があるんですね。うん、同時進行でもいいんじゃないかっていう考えもあるかもしれないですけども、同時進行だと飛躍も中途半端になるし、あなた様との関係も中途半端になるから同時進行はちょっとできない。まあ同時進行するだけの器用さがまあそもそもないのかもしれないですけれども、うん、その同時進行っていうのは考えていらっしゃらないのかなと。うん、だから先に飛躍を遂げてからじゃないと恋愛の決断ですねっていうのができないっていうふうに思っていらっしゃるというのが、選択するしないのところにももう徹底して出ているんですね。うん、でまず選択することっていうところでまず出ているのがスタンドスティルっていうカードになります。これ立ち止まるっていうカードになっていて、うん、立ち止まるということはやっぱ選択するわけです。うん、いくらあなた様とのね関係を進めたいという自分の中で、まあ、欲望であったり願望が出てきたとしても、先ほども言った通り飛躍を遂げるまでは立ち止まり続ける、関係性をと、まあ、言えば今の関係性に留め続けるっていうことですね。うん、実際にこのカードのね絵にはこう鳥が描かれていて、まあ、鳥っていうのは羽を羽ばたかせればいつでも飛んでいけるわけだけれども、今飛ばないわけですね。それはなぜか、その目の前に危険が迫っているからですね。うん、だから飛ばない。だから今進められなくはないと思うんですね、二人の恋を。でも進めるのには危険なタイミングではあったりするのかなと。うん、例えば今始めてもすぐに終わってしまうようなタイミングであったり状況であったり、まだ環境は整っていないから、うん、だからすぐ壊れるぐらいなんだら、だったらば始める意味もないよねと。うん、やっぱり長く続いていきたいわけだから、だからこそ今は立ち止まるっていうことを選択するようです、これからね。まあ、これからもかもしれないですけどね。うん、でやっぱこう立ち止まり続けるのもここですけれども、カップの4っていうカードがこれ逆位置で、このカードが正位置の時にはこうなんかこう悩んでいる人が描かれていますが、このカードは閉塞的な状況、どうすることもできない、ちょっと行き詰まった状況ですね。閉塞的な状況とかスランプに陥るっていうことを表したり、将来にまつわる悩みを抱えているとかですね、あとは不足感、いわば物足りなさですね。こんだけ頑張ってるのになんかこう結果が続いてこないという、まあ不足感とか刺激不足っていうのも表すカードになります。でこれが逆位置になると、そういったまあ不足感を感じるような状況であったり、スランプ、閉塞的な状況を抜け出す、打開していく、現状突破っていうことを表します。ですからお相手の方としては、今何かこう目の前にある状況を突破するまではあなた様との関係をスタンドスティルすると、立ち止まると、うん、いうことが選択することのようなんですね。うん、でここのカードもそうです。レインメーカーっていうのが出ています。雨乞い師っていうカードですね。雨乞い師っていうのは、いわば雨を降れ雨を降れっていうことで、まあ、その願いをかけて実際にその、まあ、雨を降らせる人ですね。うん、ですからその自分に求められた役割っていうのを果たすことができたり、責務を果たすことができたりですね、自分の願いを叶えることができたり、うん、そういったことをやり遂げるまではあなた様との関係を立ち止めるっていうことをもう徹底していくようですね。うん、やっぱり自分に、まあ、雨乞いしてる、雨を降らせるという役割ですけども、お相手の方にも今任されている役割とか任務とかね、やらなくちゃいけない、まあプロジェクトとか何かしらいろいろあると思うんだけれども、まあそれをこうやっぱりこうちゃんと果たしていくまでは、うん、進めたくても進めるのは危険だから立ち止まる、もうこれをもう徹底して選択するようです。うん、だからいくらそのあなた様がここお相手の方の心をこう動かそうとしても、立ち止まるっていうことを一貫すると思います。うん、だからこそね、動かそうとしてもこうずっと立ち止まってきて、その姿を見るとだんだんね、あなた様の心がこう萎えてきたり、心が折れたりすると思うので、一回こうなんだろうかな、徹底して動かない様子を見せているんだったらば、ちょっとまあお相手の方がね、何かこう今携わっていらっしゃることが、まあ例えばまあ落ち着いたりだとか、やり遂げるまでは、ちょっと待ってみた方がいいのかなとも思います。で選択しないことっていうのは何かっていうと、誘惑に流されてあなた様との関係を変えるということですね。
それを、まあ、選択はしないっていうのが出ているんですが、まずこのカードですね、見ていくとトランスフォーメーションっていうカードが出ました。進化変容っていうカードで、サナギが蝶にこうね進化している様子が描かれています。まあ、これをあなた様とお相手の方との関係で言うと、やっぱ今の関係性から次なる関係性へとこう進化変容させていくっていうことをしない。だから先に進めないっていうのではなくてね、まあ、ここまでの話の流れを聞いていただくと、まあ、ある程度わかると思うんですが、うん、ずっと次のカードとね合わせて見ていきますと、このカードですね、ソードの7っていうカード、これが正位置になります。このカードが正位置になった時の意味としては、心の隙間っていうことであったり、いいですね、まやかしっていうことであったり、誘惑に流されるとかですね、楽な方向に流れるっていうことを表すカードになります。まあ楽な方向に流れて深みにはまるとか、楽な方向に逃れようとするということですね。うん、だから、うん、なんだろうかな、うん、例えなんかこう自分の中で欲望があってこれをしたいと思ってたとしても、うん、やっぱりあえて厳しい道を取るってことですね。楽な道は取らないっていうことですね。今あなた様との恋を始めようと思えば始められると思うんですね。でもそこで始めちゃうとね、楽しちゃうと自分たちの望んでいるような理想にはならないから、その楽をしてなんかこうあなた様との関係を始めるとかね、進化させるとか、誘惑に流されてね、恋を進めたい進めたいという欲望に流されて始めるみたいなね、うん、進化させるとか、そういうことはしないと、うん、それが二人のためにならないから、一時的には二人には、まあ、喜びを感じれたり、ね、幸せになれるかもしれない。でもそれが一時的なものしかならなくて、すぐに終わりを迎えたら逆にこう悲しいわけですよね。だからそういう風にもなってしまうだろうから、誘惑による関係の進展っていうのは選択しない。ちゃんと先ほどもあったとおり立ち止まる、しかるべき時まで立ち止まるっていうことを徹底するということですね。うん。で、アースっていうカードが出ています。これ大地っていうカードなんですけども、まあ地球っていう意味ではあるんですが、これ大地というカードです。うん。で、大地っていうのはこの平穏とかですね、平和っていうことを表します。うん。平穏や平和を、まあ何でしょうかね、表すカードが出ているんですが、先ほどのね、トランスフォーメーションですね。だから、二人の関係を今の状態からこう進めれば、ね、平穏な空気が流れたり、あなた様の心に平穏とか平和をもたらすことってできると思うんですね。あ、この人はちゃんと自分との関係進めてくれたとかね、自分との愛を選んでくれたとかね。うん、そういった形で、なんかこう、あなた様としてもホッとしたり、安心したりするとかあると思うんですけれども、うん。でもそれはしないと。うん。ね。それが本当の意味でのあなた様への平和とかね、平穏をもたらすことにはつながらないから。うん。で本当に一時的なものでしかないから、なんだろうかな。例えばまあ、もう本当にこう、まあ、お薬みたいな感じで、うん。一瞬しかやっぱこう効かないというかね、一瞬の平和になってしまう、一瞬の平穏になってしまうと、うん、鎮痛剤でもね、飲んだそう数時間はね、こう痛みが和らいで、快適に過ごせるけど、またそれが薬が切れたらね、痛くなるわけで、うん、今やっぱりこう誘惑に流されて進めたとしても、それは一時的な平穏にしかならないから、うん、それはもうしないと。で、徹底的にこう止まるということですね。だから内容は違うけれども、リンクしたような内容が出ていたということですね。はい。では、そういったお相手の方の選択により、お二人の関係はどう変化していくのかっていうことですね。こちらを見ていきたいと思います。
はい、ではですね、見ていきましょう。お相手の方の選択によりお二人の関係はどうなっていくのかっていうことを表すカードです。うん、なるほど。はい、ではですね、見ていくんですが、うん、そうですね、やっぱりお二人の間で、まあ、大事なものが気づかれていくようにはなるんじゃないかっていう変化を遂げるっていうのが出たんですね。うん、なのでちょっとこのあたりいいですね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくと、まずこちらのカードから見ていきます。フィアっていうのが出ました。恐れとか恐怖というカードになります。うん、まあやっぱりお相手の方がね、なかなかあなた様との関係を進めてくれなくて立ち止まるっていうことを貫かれてしまうと、あなた様の中で恐れがあると思うんですね。ああ、もうこの先一生進まないのかなとかね。ああ、この人はもう私、俺との関係を進める気がないのかなとかね。逆に他の人との関係が始まったから、こっちとの、私と、俺との関係を進めてくれないのかなとか、なんかいろいろな、こう、恐怖心とかね、恐れっていうのが出てきてですね、どん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 ね、こう、あの様がこうね、怯えるようになったり、このね、その怯えがこう、周りにもこうね、こう、雰囲気として現れて、晴れていたところがどんどん曇っていくみたいなね、なんかそういう状況を表す、カードなんですが、うん、だから恐れのエネルギー、これエナジーのカードですのでね、うん、恐れのエネルギーっていうのがどん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 立ち込めているような状況だと思うんですが、うん、そこからね、お相手の方の意図っていうのが分かってくるようになって、大事なものが築かれていくっていうのはトラストっていうことですね、うん、信頼っていうカードになります。そういうことだったのかっていうことで、お相手の方の意図していたことが分かったことで、あ、この人はこんなところまで、そういう深いところまで考えてくれていたんだっていうことで、あ、なんかこう、怖かったけれども、あ、この人を信頼していいんだとかね。うん。この人を信頼してよかったんだとかね。なんかこう、二人の間で大事なこう信頼関係っていうものが気づかれていくようになる。まあ、もちろんね、お相手の方もその止める理由とか意図をちゃんと説明すれば、あなた様を怖がらせずに済むんだけれども、まあそこの説明はもしかしたら端折ってしまっていらっしゃったり、説明をしたとしても、それって結局は都合のいい関係にしようと思ってるんでしょう、みたいな感じでこう、言われたりもするのが嫌だから、まあちょっとこう説明するっていうのをこうしないでいらっしゃるのかもしれないけれども、恐れから信頼っていうものに変わっていくと。うん。で、そこで、ま、信頼関係であったり、ああ、この人はもうね、この先一生信用していこうというような、まあ、信頼関係と絆ですね。うん、そういったものが、二人の間で生み出されていくようになるということですね。うん、で、あとは、look to your inner strengths ということで、内なる強さに目を向けるっていうカードになります。うん。You are stronger than you realize ということで、あなたは自分が思っている以上に強いと。うん、だから、まあ、お相手の方とね、関係を通じて、あなた様自身も内面がすごく鍛えられていくというかね、うん、内面がすごく強い人間になっていけるということですね。うん、人を信じる心を手にすることによって、まあ、例えばどんなね、こともこう耐えたり耐え抜いたりだとか、乗り越えていけたりだとかね。うん。あとはまあ感情とか、ですね。まあ欲望とかにこう支配されず、ちゃんと自分の内側をコントロールできる、そういった強い精神力ですね。うん。そういったものもこう手にしていって、その二人がこうね、こうなんでしょうかね、こう結ばれていくことで、まあ本当にこう強固な関係ですね。っていうのがこう気づかれていくようになるっていうのも出ていますので、うん。だからそういったところで言うと、まあ、お相手の方への印象もね、大きく変わっていくんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。で、今回、まあ、選択するっていうことが、まあ、立ち止まるっていうことでした。ですから、お相手の方はいつまであなた様との関係を立ち止めていくつもりなのかっていうことって、そのタイミングですね、を見ていきたいと思います。一つは、まあ、こう、タイムオラクルズカードということで、タイミングを知るカードと、あとは、いろんな数字がね描かれたこのフォーチュンダイスを使って時期っていうのを見ていきます。ではまずカードの方から引いていきます。
はい、ではですね、まずですね、カードの方でいつまで立ち止まっていくつもりなのかということでタイミング見ていきます。はい、この3枚が出ましたので、ちょっと見ていきましょう。When you least expect it ということで、まあ、直訳すると、まあ、あなた様がですね、まあ、少なくこう期待した時ということで、なんかこう期待を大きくしすぎているのかもしれません。その期待を、まあ、いい意味でね、小さくするということですね。お相手の方に、まあ、こう、例えば失望して期待しなくなるじゃなくて、その期待する、なんだろうかな、熱量というか、大きさというか、それをこう、まあ、小さくするっていうのはどういうことかというと、あなた様自身も、例えばお相手の方との恋だけじゃなくてね、何か他にも熱中することができて、そこに熱中しているときっていうのは、お相手の方へのこう期待っていうのが、いい意味でこう、小さくなってると思うんですね。うん。だって自分でもこう何かやってることがこうなったらいいなっていうことで他になんかこう期待することができるから。そういった形で、こう意識がお相手の方への意識が大きくなりすぎなくなった時にお相手の方は動き出すっていうことであったり、ストップウェイティングっていうことで、まあ待つことをやめるということですね。お相手の方が動いてこないかな、動いてこないかな、はあ、今日動いてきてるかな、なんかアクションあるかな、お相手の方の SNS チェックしたり、LINE 来てるかどうかこう毎回毎回こう更新したりとかね、そういうこう、かなりこう待つという姿勢をやめたとき、それもやっぱりこう期待っていうのもいい意味でこう小さくなっているときだと思いますから、そのタイミングでね、うん、お相手の方は動き出してくるよと、うん、だからお相手の方しか見ていないみたいなね、うん、そういう状況のときは逆に動いてこないということですね。うん、で、あとはここですけども、ネクストフルムーンっていうのが出ていて、次の満月のとき。ということですね。だから満月の時のタイミングで毎回こう動いてくるチャンスっていうのはあるわけですけれども、まだここが完了していなければ、その時のね、満月の時じゃなくて今度は次の満月の時っていうことになってしまいますので、よりまあ早いタイミングでね、まあお相手の方がこう立ち止まるっていうことを解除するためにも、してもらうためにも、うん、ここの2つっていうのがすごく大事になってくるのかなと思いますので、うん、これも参考にしていただければなと思います。はい、あとはまあ数字でね、見ていきたいと思うんですけれども、フォーチュンダイスですね、ちょっと引かせていただきます。はい、ではですね、引いていきます。はい、出ましたので、ちょっとね、数字並べていきますね。はい、見えますかね。出た数字が5、10、30ですね。これは116っていうか、数字が出ました。うん。まあちょっとこう5の倍数とかね、まあ6の倍数もね、あったりしますけれども、まあ5っていうことですので、まあ5にまつわるタイミング、まあ5日以内、5日後とかですね、あとはまあ5月、まあ5月はもう過ぎていたらね、まあ例えばまあ2人にとっての5ヶ月目の時とかね、まあそういったこともあるのかなと思います。まあ10っていうのもそうですね、まあ10日とかですね、10月っていうこともあるかなと思います。30っていうのが出ていますね。30っていうことですから、まあ、30日以内っていうことですね。まあ、6っていうのもね、5、6、30っていうことですから、まあ、やっぱ30っていうところがね、まあ、一つ、まあ、ね、満月のタイミングを1ヶ月ぐらいになりますから、約ね。うん。まあ、そういったところもあるかなと思います。まあ、もちろん6月とかね、何月6日とかですね。あとは5と6を足した11っていうのも出ているので、うん。まあ、11月ってもちろんありますけども、丸月11日とかですね。うん。なんかすごくこう関連性のあるですね、数字が出ているのかなと思いますから、まあこの数字にまつわるタイミングですね、例えば10時30分とか11時30分とか6時30分とかですね、5時30分とか、まあそういったこともあったりするのかなと思いますので、うん、まあすべてを足した数字はこれ何になるのかな。22、32、52ということですね。まあ52っていうのもね、一つこう動いてくるタイミングですね。まあ52日間こうストップするかもしれないけど、また動いてくるとかですね。うん、というのもあるとは思いますから、これがね、まあタイミングと数字となっていますので、まあラッキーナンバー的なところになるのかなと思いますから、参考にしていただけますと幸いです。はい、では最後、選択肢のカードを見ていきましょう。 C を選びいただいた方はこちらでした。インスピレーションというカードです。うん、ここからね、まああなた様にとってすごく大事になるのは、自分自身のインスピレーションに従っていくということです。
例えば困った時、何かこうね、難しい選択をしなきゃいけなくなった時に、一番頼りにするべきなのは何かっていうと、あなた様のインスピレーションだということです。他の人の声、他の人のアドバイスよりも、あなた様の中に降りてきたインスピレーションを頼りに進んでいったり、選んでいくっていうことをした方が、あなた様にとっていい選択であったり、いい決断であったり、いいアクションになっていくと、いうことを伝えてくれてもいるので、だからね、まあ本当にこう、最終決定ですね。とか、まああなた様の中で、あ、これがいいかもって思ったら、その直感とかね、インスピレーションにやっぱこう従った方がいいと思うので、その、というのも、あなた様に降りてくるそのインスピレーションとか直感っていうのは、まあ言えば神様が与えてくれたヒントとかね、導きでもあったりしますから、そういったね、こうインスピレーションを大事にしていくということをですね、伝えてくれていますので、これも参考にしていただければと思います。はい。ということで、C ですね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在オンラインサロンというのもやっておりまして、オンラインサロンではリクエストいただいたテーマによりますリクエストリーディングですね、 YouTube ではなかなか扱わないようなテーマでもリーディングをさせていただいたり、限定のライブ配信ではですね、皆様と楽しくコミュニケーションを取らせていただいているだけでなく、ざっくばらんに和気あいあいとですね、YouTube で話さないことも話しながら盛り上がらせていただいたり、その場でね、リアルタイムに占いをさせていただいたりもしているんですが、そういったライブ配信のほか、理解するのが難しかったりする男性心理についてですね、解説したコンテンツなどもお届けしておりますので、こちらも動画の下の概要欄に詳細記しておりまして、現在無料でお試しいただける期間も設けておりますので、すでにね、たくさんのコンテンツもお届けしておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。Oh.